皆さんこんにちは、大堀123でございます。今回はですね、皆さんにご報告ということでですね、お話をしたいというふうに思うわけですけれども、私大堀123さんの YouTube チャンネル、この間ね、チャンネルを登録してくださっている方が2万5000人を突破したという話をしましたけども、それに引き続きましてね、2018年の3月の18日をもってですね、私大堀123さんの YouTube チャンネル設立からですね9年が経ちました。9周年ということでございますけども、ありがとうございます。10年目に突入ということになるんですけれども、今からちょうど9年前ですか、間空くんですけど、まあ、第1発目の動画を4月ぐらいに出したんですね。動画というか、その時はまあ、写真でスライドショーを流しながら、まあ、音楽を流すっていうようなことをやってましたけど、第1発目の動画はですね、ワッショイという曲でしたけどね、当時組んでたバンドの連中たちと、まあ、撮った曲ですけども、音声だけでこう3フィンガーだったりとか、カーターファミリーの解説みたいなことをなんかやってましたね。まあ、ちょこちょこと、まあ、年に何回か出しながらやってて、まあ、2012年の12月1日から定期的に動画投稿をやるようになりました。まあ、それからまあ本当随分ね、月も経ちましたけども、10年目突入ということになりました。10年ってこう振り返ればあっという間な気もするけど、でもやっぱり長い月日なんだと思うんですけど ね、もう10代の時の葛藤を覚え、いろんなことを覚えて今に至るわけだから、ある意味長い道のりだったのかなと思いますけど、まあ音楽はこういう弾き語りっていうの、そこは本当に一貫してるって感じがあって、過去の動画なんかを見ても、まあ、そこは変わってないんだなってこう自分で振り返っても思うわけですけどね、今後ともね、そのテーマっていうのは、まあ、当然のことながら変えることはないと思いますよ。動画投稿、そしてまた自分のこの活動というものを継続していけたらいいなっていうふうに思ってますね。9年間でいろんな動画を出させていただいてね、まあ、となっては本当信じられないことなんですけど、たくさんの方に自分の動画、自分の活動というものを見ていただけているっていうことですからね、本当感謝以外の言葉しかないですけれども、9年経ったという感慨深さは当然のことながらあるわけですけれども、甘んじることなくですね、活動をしてまいりますんで、温かく見守っていただきたいというふうに思います。皆さんどうかよろしくお願いいたしますということでね、また次回の動画もぜひお楽しみにということで、それでは。